はい、皆さんこんにちは、私小川と申します。宇都宮市生まれで宇都宮育ち、チャキチャキの都でございます。親の代から福部材、それから郷土玩具の木舟を作っております。今私が持っておりますのは福部細工の魔除けのお面です。福部っていうのは何だと思いますか？福部っていうのはですね、これ夕顔の実からいろんな細工物をしたのを福部細工って言っております。夕顔っていうのは皆さんご存知のようにそのかんぴょうなんですけど、夕顔が青いうちに剥いて干すと食べるかんぴょうができます。生産栃木県が日本一ということで、昔からもう100年以上もこの福部細工が続いております。この福部細工、栃木県の伝統工芸品に指定されておりますけども、およそ100年の歴史がございます。かんぴょう栽培は300年の歴史ですが、福部細工としては100年の歴史ですね。でうちの親父などはこれを盛んに作りまして、墨入れとして大いに売れました。墨を使っている時代には非常に家庭の必要品として使われたんですね。今ではお茶の世界で、この墨入れが使われたりしております。一般的にはマガジン楽、柿、そういったものに使われたりしております。福部細工、栃木県の伝統工芸品ですが、これからこのお面などもちょっと一つ作ってみましょうか。私の職人の腕を見せたいと思います。こんな感じだ。ちょっと。はい、皆さんこれ何だと思いますか？黄色い船、木舟です。宇都宮の郷土玩具、木舟ですね。じゃあなぜこの木舟ができたかと言いますと、昔々、大昔、お侍さんの時代ですね、宇都宮に天然痘っていう流行り病が流行りまして、非常に子どもたちがたくさん亡くなりました。でその時たまたま漁師がですね、川で黄色い船を釣り上げて子どもに食べさせたところ治ったっていう噂が急に広まりまして、黄色い船はなかなか取れないということで、皆さんでもって、針子でもってこのような木舟を作りまして、家々の門口に刺して病気にならないようにって言ったのがこの発端でございます。100年以上宇都宮に続いている郷土玩具ですね。で現在ではお正月に三が日間二原山神社の境内で売られておりまして、正月お参りに来た方がですね、1年間の無病息災家内安全を祈ってこれを買い求めて家々の門口に刺して、病気よけということにしておりますね。で現在、この木舟はですね、私が作っておりますけども、昔はですね、宇都宮の金剛金座屋の農家の方が皆さんで、作っておりまして、それがだんだん時代を経るとともにですね、少なくなりまして、最後はですね、約20年前に浅川仁太郎さんという方がお一人になって、85まで作っておりました。で亡くなられまして一時、途絶えたんですけども、溝津学者の小島先生が、お前は宇都宮育ちで宇都宮生まれなんだから、これを伝えていく必要があるっていうことで、私が20年前から作っております。私も今現在一人です。ですから今は小学校を回ったりして、私の後を引き継いで、ぜひこの郷土玩具を後々に伝えていくようにお話をしておりますが、現在はまだ一人も現れません。きっと誰か私の後を引き継いでやってくれると思います。宇都宮に来ましたらですね、この福部細工と木舟と両方ございますので、皆さんも楽しんでいただきたいと思います。ことにこの福部細工ですね、皆さんが自分で来て
お面を作るっていうことがございます。東京の子どもたちも毎年ね来まして、おのおののユニークなお面なんかも自分の手で作っております。自分の手で自分のお土産を作るっていう、こういう楽しみもございますので、ぜひ試していただきたいなと思います。福部細工はその他に、お面の他に、柿があったり、それからお雛様、それから、水筒とかですね、いろんな作品がございますので、ぜひ皆さん、福部細工をよく見ていただきたいなと思います。また木舟もですね、厄除け病気除けということですから、ぜひ、こういったものも利用していただきたいなと思います。